どうも、錬金術チャンネルのアルキミッサです。松井証券のクレカ積み立てに新しい情報が入りました。なんと月に5万円以上使わないと還元率が 0% になるという非常に使いづらいことが分かりました。今回は新しく入ってきた情報を徹底解説やっていきたいと思います。7月にですね、こちらの松井証券にクレカ積立が導入されますよという情報をお届けしました。この時はね、まだ具体的な内容というのは分かっていなくて、この時点ではJCB が発行しているカード限定ということしか分かっていませんでした。ただこの状態でも結構使いづらそうだなと。それこそ JCB が発行するカードって、まあ、正直に言ってしまうとあまりいいものがないんですよね。還元率が特別高いというわけでもないし、付属するポイントも置き時ポイントっていう汎用性が低いポイントなんで、まあこの時点で結構暗雲が立ち込めていたんですけれども、今回ね、蓋を開けてみたらもう残念と膝から崩れ落ちそうな、まあそんなね内容となっておりました。でね、日経新聞の方に、まあこのようにね、クレジットカードで松井証券が投信積み立てやりますよっていう情報が公開されました。もう今から3ヶ月前の7月25日なんですね。結構前ですね。でしかもね、2025年以降ということで、まあだいぶ先の話にはなるんですよね。で、まあ、JCB カードであれば、例えばリクルートカードとか楽天カードでも OK なのかって言われるとそうでもなくて、この JCB オリジナルシリーズでないと使うことができませんと。まあ、だから、まあ、この時点でちょっと大丈夫かなとは思っていました。ちなみに私はね、この中で持っているカード1枚もないんですよね。そう、なぜかっていうと使い勝手があんま良くないから。で、この時は還元率に関してはまだ分かっていなかったんですけれども、一応 JCB カードダブルとかの還元率が 1% だから、まあ、ワンチャンあるかなって。ワンチャン還元率 1% で、まあ、出してこないかなと。まあ、それこそ松井証券って大手のネット証券ではあるけれども、クレカ積み立てっていうのを全然やってこなかったんですよね。楽天証券から始まって、そこに続いて SBI が乗っかってきて、そこからマネックス、AU、株コムと、まあ、どんどんね、証券会社のクレカ積み立てっていうのが、まあ、ブームになりつつあったんですけど、松井だけはね、もうずっと固くなにやってこなかったんですよ。だから、後発組として何かサプライズ的要素が出てくるかなって私はこの時期待していたんですけれども、まあ、ある意味サプライズは間違いないんだけど、悪い意味のサプライズでしたね。まあ、どういった内容なのかっていうのをもうお見せします。こちらです。月5万円以上の利用が条件となります。で、まず、一般券面とプレミアム券面に分かれておりまして、一般は JCB カード S、JCB カードダブル、ダブルプラスなどの、まあ、年会費がね、無料と言われている、まあ、審査が比較的緩いクレジットカードとなります。こちらはですね、対象のカード月5万円以上使わないと 0.5% になりません。一方で、プレミアム券種っていうのが、JCB ゴールド、ザ・プレミア、プラチナ、クラスっていう風な、まあ、いわゆる、入会のハードルが高かったり、招待制と言われる、クレカ会社から、どうですかっていう案内が来ないと作ることができない、すごいね、もう、ステータスの高いカードたちとなっております。こちらはですね、月5万円以上使うと 1% 還元になるから、まあ、これだけ見ると、おおとはなるんですけれども、ただこのプレミアム券種っていうのは年会費がね、莫大にかかるんですよね。そう、だから、投信積み立てのためだけに、このプレミアム券種を狙うというのは、あまり賢明な判断ではないかなと私は思っております。で、対象のカードがね、こちらの場合は月5万円未満。まあ、最悪ね、ゼロであっても一応ね、0.5% 分のね、ポイントはつくというわけでございますと。で、この5万円以上の利用なんですけど、皆さんこんなこと考えませんでしたか？
プリカチャージとか電子マネーにチャージをしてしまえば攻略できるんじゃねって私も最初思いました。 JCB なのでApple Pay を経由して WOW にチャージして、まあ、そこからアマギフだったりとか楽天ギフトを買えばなんとかできんじゃないかと。それこそ楽天ギフトカードを買ってしまえば楽天証券の5万円積み立ても合わせて行うことができるから、まあ、これが攻略方法かなと思いきや、実はですね、よく読みますと、この米印がついてるんですよね。米印の申請条件のところの4番、よく見ますと、月の利用額はクレカ積立以外のショッピング利用。だから、まずこのクレカ積立やったからって言って、月5万円達成とはならないんですよね。で、さらに、各種年会費、データ維持料、ショッピングリボ、まあ、ここら辺はわかると。まあ、キャッシングサービス利用、ここまではわかると。電子マネーチャージのご利用分と。で、しかもこの電子マネーチャージの対象外っていうのが明記されてないから、ほぼ全部封じられてると言ってもいいと思うんですよ。そう、これは OK、これはダメみたいな記載がないから、もうほぼ全部、もう還元がね、つかないようなやつとかも、ダメなんじゃないかなと私は読んでおります。だからもう5万円以上の買い物っていうのがもう必須になるかなというふうに思うんで、結構これ大変ですよね。まあもちろんね、いろんな支払いをまあとりあえず JCB カードでやればいいんだけど、でも JCB ってそんなに還元率がいいわけじゃないから、それだったら例えばね、外為カードなんかは初年度年会費 3% だし、年会費じゃない、年会費 3% じゃないし、すいません、還元率 3% だし、まあ、それこそね、三井住友カードのゴールドナンバーレスだったら 1.5% になるし、で、100万円修行もね、ついでにできるっていうメリットもあるしで、なんかあんま JCB で払うっていうメリットがないんですよ。で、しかもね、さっきチラって出てきた三井住友、こっちがね、やっぱり敵として強いんですよね。こっちは月5万円以上の利用なんですけど、これね、一応三井住友の SBI 証券も似たような条件はありますが、こっちはですね、年間なんですよ。そう。月じゃなくて、年10万円最悪、こっちか。10万円使えば、一応条件としてはね、達成できて 0.75% なんですよ、しかも。こっちは月5万円ですよ。月5万円使って、やっと 0.5% 還元になるっていう、ちょっとね、条件のハードルがあまりにも違いすぎるっていうのが、まず一つ目の残念ポイントかなというふうに思います。で、しかもこっち100万円以上使えば 1% になるから、そう、こっちよりもね、条件が緩く 1% まで持っていくことができるんですよね。まあ、しかも100万円修行も同時に並行ができるっていうね。で、しかもですよ、こっちの年間10万円とか100万円っていうのは、三井住友カードの場合は、電子マネーチャージ OK なんですよ。そう。まあ、どういったものが含まれますかっていう Q&A のところに Apple Pay とか AU Pay とか、あとはキャッシュ、ミクシー M などが含まれていますので、三井住友はね、ちょっと一部 ANA Pay とかは対象外なんですけれども、電子マネーのチャージっていうのは含まれるんですよ。そう。だからこれが松井との、やっぱり攻略難易度の差っていうのがめちゃくちゃ出ちゃってるから、じゃあどうせやんだったら、三井住友でいいやっていう風になる方がほとんどなのではないかなと思います。しかもですね、ここでは終わりません。なんとですね、ここね、よく読むと、最大 5% って書かれてるんです。5% じゃねえ、0.5 でしたね。最大 0.5 っていう書き方されてるんですよ。これどういうことかと言いますと、よーくね、隅から隅まで読んでみますと、こんな記載があるんですね。それがこちらです。まあ、米印の3番の部分のに該当するんですけれども、これですね、0.5% っていう記載方法なんですが、これ、ポイント還元率は JCB プレモカードへポイントを移行した場合の1ポイント、5円で換算しておりますなんですよ。だから、この JCB プレモっていうのに、チャージをした時に最大 0.5 になるっていうだけの話であって、実際は、じゃあ他のね、サービスに
この置き時ポイントを使ったらどうなるかっていうと、これ例えばじゃあ支払いに当てた場合どうなるかっていうと、下なんですよね。1ポイント3円しか価値がないんですよ。だからこれ 0.3% 還元なんですよ、計算すると。だからちょっとね、表記方法が騙されやすいんですよね。そう、この 0.5% とかっていう風に記載はあるけど、この置き時ポイントっていうのがちょっと特殊でございまして、そう、しかも置き時ポイントってね、なんか普通の1ポイント1円相当ですよとか、そういうね、なんか感じじゃなくて、ちょっとこれね、めんどくさい表記方法なんで、これあくまで JCB プレモっていうのに使ったら、一応 0.5% になるよっていうだけの話であって、あとはね、楽天エディですね。楽天エディも1ポイント3円相当になるから、まあ実際の使い道で言うと、置き時ポイントって、例えば、この支払いに当てたりとか、楽天エディに交換して、楽天ギフトにするとか、そういったところでしかね、やっぱりね、使い道っていうのがないから、思ったよりもポイントもらえません。すんげーザクザクね、ポイントが貯まるって言われたら、そういうわけではなくて、むしろ全然ポイントが貯まりませんと。まあ、ただですね、こういった残念な情報を見て諦める私ではございません。やろうと思えば一応ね、こちら攻略方法というのもあるんじゃないかという仮説見つけましたので、こちらも合わせてご紹介していきます。それがこちら、攻略方法は JCB カードダブルと Amazon ギフトを組み合わせる方法なのではないかなと思っております。どういうことかと言いますと、まずこの JCB カードダブルというものはですね、この一般犬種に該当するんですけれども、特定のお店で使うと還元率が一気に膨れ上がるっていう、そんな性質を持っております。 Amazon で使うと置き時ポイント4倍になります。だから 0.5% 還元に対しての4倍なんで、実質 2% 還元ぐらいのポイント還元になります。そこでじゃあ Amazon で何かね、商品を買うのではなくて、Amazon ギフトにチャージをして、まあ、好きなタイミングでお買い物をすると。こうすれば条件満たしつつ還元率も高い状態で買い物ができて、一石二鳥になるのではないかなというふうに読んでおります。ただですね、私は JCB カードダブル持っていないですし、そもそもこの松井証券のクレカ積み立てキャンペーンっていうのはまだやってきていないんで、正直これで例えばアマゾンギフトで使ったからって言って、まあ、こんな風にね、電子マネーっていう風に見なされないかとか、あとはね、そもそもこの JCB カードダブルをアマギフでチャージすることで、この置き時ポイント4倍に該当するかっていうのも、正直ちょっとね、まだわからない点がたくさんあるんで、まあ、仮説として捉えていただければと思うんですけど、一応調べてみた感じだと、 JCB カードダブルで Amazon ギフトにチャージをしたからといってポイント対象外にはならなそうですし、 JCB ダブルで還元対象外にならないっていうことは、ワンチャン電子マネーのチャージとしてカウントされるのではなくて、 Amazon で買い物したっていう風にカウントされて、この月5万円以上をチャージすれば、アマギフでもね、この 0.5% に該当するんじゃないかな、というふうにちょっと考えてるんで、これは、クレカ積み立てが始まったら、ちょっと私、やってみたいと思います。試しに、この 0.5% 分、ちゃんとポイントついていたら、まあ、これも動画にして、今後は松井証券で、クレカ積み立てやる際は、もうアマギフで買い物しまくればいいっていうね。そういった攻略方法、ちょっと強引だけどね。まあ、年間60万円もアマギフで使う必要があるかどうかもちょっと私はわからないけれども、まあ、こういった方法もあるよというのをね、一応ね、ちょっと今仮ではありますが、ご紹介させていただきます。そしてですね、松井証券のクレカ積み立て、今回始まるということで、還元率が上がるキャンペーンというものもやっております。これ全部合わせると、6% 還元プラスアルファになるんですけれども、ほとんどですね、これ、できません。正直言うと。
なんか松井側はね、最大でマックス 7% 還元になるわ、すごいみたいな風な記載あるんですけれども、右半分はできません。NISA 口座開設して、iDeCo 口座と連携するんで、これは正直厳しいかなと思ってます。特に NISA なんかは、もうすでに楽天証券とか SBI 証券で口座開設したって方はもう多いと思うし、しかも NISA 口座って、これ一回でも買ってしまうと、1年間その証券会社でしかNISA使うことができなくて、移管できないんですよ。一回でもNISA口座をその年使ってしまうと、その年は移管手続きできなくなる。だから来年に持ち越しになっちゃうから、ここで正直NISA口座を作るっていう意味もそんなにないとは思うんで、これはまあ左半分ができたらいいかなっていうところですね。まあまずね、左上の米国株500ドルっていうのもなかなかきついけどね。まあ今1ドルだいたいまあ150円ぐらいかなっていう風に考えると、まあ結構な額は必要になってしまいます。500×150円相当だとまあ75,000円ですね、米国株を。まあ買い付ける必要があるけど、まあ米国株はね、割と優秀な銘柄も多いから、まあまあまあポイ活がてらやってみるのもありかなと思います。で、あとは、スイープ入金設定ですね。これはなんか楽天証券と楽天銀行の自動スイープみたいな、それをイメージしていただければと思うんですけど、まあこれはね、まあ簡単に言えば金入れるだけなんで、そんな難しくはないですね。まあって言ったようなキャンペーンも合わせてやっております。で、このキャンペーンなんですけれども、ちょっと特殊です。どういうことかと言いますと、ちょっと見づらくて申し訳ないんですけれども、まず、このクレカ積立のキャンペーンなんですけれども、ですね、ポイントの申請を受けられるのはお一人につき3回までってなっているから、期間中に3回までこのポイント申請を受けることができますと。だから期間中になんか達成したから OK とかっていうわけではなくて、いつ終了するかはわからないけれども、とりあえず3回まではポイント付与するよっていう、そういった特殊方法になってるから、じゃあもしもね、クレカ積み立てをやらない月とかがあったりしたら、タイミングとかでいろいろ変わってきますというわけですね。だから、じゃあ1ヶ月目クレカ積み立てやりました、2ヶ月目やりませんでした、3ヶ月目やりませんでした、4ヶ月目やりましたって言ったら、1ヶ月目と4ヶ月目にポイントがもらえるっていう感じなんですよね。ね、しかもね、よく見るとクレカ積立金額に応じた松井証券ポイントを申請します。だから、そう、クレカ積立をね、やってないとねいけないっていうわけなんですよ。ここね、ちょっと複雑ですよね。今までなんかこんなポイント付与とかっていうのもなかった気がするし、そう、これね、なんかようわかんねえなーって私も見ていて思いましたね。もしかしたらちょっと解釈違いも全然あるかもしれないから、これはね、なんか複雑なキャンペーンだなっていうふうに思いました。まあ、もしかしたらね、これ、各条件の達成に応じてだから、あれなんかな、クレカ積立をやっていなくても、これさえ達成していたもらい、いや、そんなことはねえな。結局、クレカ積立金額に応じただからね。ごめんなさい、ちょっと私バカなんで、ここら辺の読解能力がちょっとマジで乏しいんですけど、まあ、このキャンペーンはあくまで予告なんで、まだね、クレカ積立自体始まるのも相当先だし、またちょっとね、情報整理して、まあ、解説できたらなと思います。とりあえず、こういうのが来るよっていうのだけ、ご説明できたらなと思います。あとはね、なんか松井証券これを機にNISA口座を拡大させたいって考えているのか、なんかこんなキャンペーンやってますね。NISA系ばっかですね。まず NISA で投信デビューでなんか1万ポイントをもらえます。これ2月までやってますね。で、あとはね、これちょっと今月限定なんで早めにやった方がいいんですけど、松井バンクですね。松井バンクで新規口座開設をやると、2000ポイントもらえるっていうキャンペーンもやっております。あとはね、NISA応援プログラムということで、新規口座開設と、なんかクイズに正解すると2000ポイントもらえるっていうような内容で、もう半分っていうか3分の2がもうNISA系だから、まあほとんどねちょっとやれないけれども、まあこの松井バンクだけとりあえず参加しておこうかなっていうふうに考えました。
はい、ということで、今回の動画以上でございます。松井証券のクレカ積み立てに新しい情報が入ってきましたということで、まずですね、この JCB カードで月5万円以上の利用がないとこのポイント還元の条件にならないということが分かってしまいました。まあ、なんでこんなめんどくさいことをしたかっていうと、おそらく投信即売りの対策なのかなと思います。投信即売りっていう、国際ベースの、まあ、値動きが少ない投信ですね。これを購入してからすぐ売ることで、ポイントをね、タダでゲットしたりとか、あとはね、キャッシングのようなこともできてしまうと。そう。だから、まあ、ポイ活には、すごいうってつけではあるんですけれども、まあ、ただ、これをやられると、まあ、間違いなくクレカ会社とかは大変っていうのも、まあ、それはわかるんで、とりあえずそれの対策として、こういった条件っていうのを付け加えたのかなと思います。だからもう、今となっては、多分そういった変な条件ないのって楽天証券ぐらいなのかなっていうふうに思います。で、しかもこのね、月5万円以上の利用っていうのが、まず電子マネーチャージっていうのができません。素直にね、お買い物をしてくださいと。しかもね、実際は、0.5% 還元っていうふうには書いてあるんですけれども、これがですね、JCB プレモっていうのに置き時ポイントをチャージしたら5円相当になる。1ポイント5円相当になるっていうだけであって、例えば、じゃあ、置き時ポイントを支払いに当てたりすると、いうふうにすると3円。っていう風になるんで、価値が2円分下がってしまうんですよね。っていうね、ちょっと置き時ポイントっていうのがめんどくさい特性を持っていたりとか、あとは三井住友だったら年10万でいいんですよ。こっちは月5万です。こっち年10万です。もうハードルが違いすぎると。そう。で、しかも三井住友は電子マネーチャージ OK っていうね、こういった温情もあるんで、とりあえず松井証券はよっぽど余裕がない限りは、まあやらなくていいのかなと思います。ね、一応キャンペーンもやっておりまして、米国株をね、まあ大体な、円換算すると7万5千円ぐらいですかね、買い付けると、まあ 2% 還元、スイープ入金設定やると 1% 還元になるから、右半分はもうほぼ無理だと、私思っていますので、まあこの左半分を頑張ると 3% 還元加えられます。で、一応ね、まあ、キャンペーン自体はお一人様3回までという風になっているんで、で、キャンペーン期間も終了時がまだ未定だから、まあ、昨日がね、始まってからなんで、そんなに急がなくてもいいかなと思います。で、あとはね、まあなんかNISA関連のキャンペーンが非常に多くて、松井証券もね、NISA口座数増やしたいんだろうなって、増やすのに必死なんだろうなっていうのが、ひしひしと伝わっております。とりあえず松井バンクに関しては、10月31日まで、ということで、もう期限がね、本当に迫っておりますので、まあこれだけ参加するっていうのもありなんじゃないかなと思います。2000ポイントもらえますからね。はい、ということで、松井証券のクレカ積み立ての、情報の方でございました。この動画がいいなと思った方は、ぜひチャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。他にも動画概要欄に Twitter、TikTok、Instagram の URL 貼っております。こちらもね、興味のある方は合わせてフォローしていただけると嬉しいです。ほんとなんか最近動画が出せなくなってきてる。別になんかね、忙しいとかっていうわけじゃないんですよ。別にそんな言うて忙しくもないかなというふうには思ってるんですけど、なんかあんまり最近、なんか週1ぐらいのペースでね、まあ動画をね、出すようになっちゃいました。できれば週2ぐらいは出したいんだけどね、なんかそこまでやれなくなっちゃって、ほんとなんか、土日に一本動画を出すっていう風なスタンスになっちゃいました。ねえ、なんか動画出さないと出さないとってなんか前回も同じようなことを言っていた、気はするんですけれども、なんか今週も結局ね、日曜になるまで、もうあと3時間ぐらいで、月曜食っかんね。もう食んじゃねえよ、月曜マジで。ほんと、来ないでほしい。っていうね、なんかもう月曜日がやだな、やだなと思いながら動画を撮っております。はい、ということで、この錬金術チャンネルは、では誰も教えてくれない人生を肯定するお金の情報というのを日々更新しております。もし興味のある方はチャンネル登録をして、他の動画見ていただけると嬉しいです。ということでご視聴ありがとうございました。では、さようなら、バイバイ。